日本圧倒的シェイシェイです。あれどうしたんですか、急に日本に媚びを売り始めました。いや違います、あのいつも媚び売れてるんですけど。そうなんですか。媚び売ってるんですけど、はい、今日は本当に、はい、あの感謝を伝えたいですよ。何のですか。皆さんもらえましたか。何マイカードポイント。マイカードポイント。そう、マイカード、マイカード、あマイナンバーカード略してマイカードマイナンバーカードのことをマイカードって言うんですか。そうそう、はい、どうした。マイナンバーカードのポイント、ポイントですとは何でしょう。はい、今はね、なんかマイナンバーカードを保険証として、はい、登録すれば7500ポイントもらえる、はい、で、銀行口座登録すれば7500ポイント使える、はい、で、マイナンバーポイントのアプリ使えば初心者は、5000ポイントもらえる。ほう、つまり合計2万円もらえます。まあ2万、正式には2万円分の2万ポイントですね。俺家賃6万で、はい、2万円でどんだけでかいか分かるか。家賃の3分の1はね、そう、しかも、ね、相当でかいですよ。最近めちゃくちゃ税金払ってさ、はい、あのずっと配信でも言ってるんだけど、はい、マジで金ないのそんなね、あの、はい、ずっとさ、もうあの、はい、カラッカラの生活の中に、もう天から金降ってきたよ。すごい、ね、まあ確かにその2万ポイントはね、ありがたいですね。そう。で、俺は、はい、プレイペイに入れました。ほう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 。まあいろんなポイントにね、交換できるらしいですね。そう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 。はい、で、プレイペイ多分ね、今一番ちょっとあっちこっち使えるから、うん、確かに。ウーバーイーツとか、はいはいはい、あのアマゾンは使えないから、はい、アマゾンポイントは入れば、あの貧乏人がウーバーイーツ使わないのさ。ウーバーイーツには絶対使わない。例えば、ね、いやそういう例えは大体いつも使うときに。いや最近マジで使ってないです、はいはい、やめてくださいね。最近俺の食事を見てくれ、はいはい、いやだからこれもアウトですよ。いやでも、いやあの家あの焼けないんだよ魚がさ。貧乏人とか言ったらコンビニ食ひたすら食うのやめてください。それもケンさんぽい、あのプレイペイで買ったんだよ。おいスーパー行け、ね、てめえ。はい、まあ、はい、本当にね、あの日本来てさ、はい、まあ、あの2年前の10万円もそうだし、はい、まあそうだね、そう、うん、ね、いろんなね優しくね、あのしてもらったんだよ、はい、だからでも俺は心の中でいつも感謝してるんだけど、はい、動画に通じて、はい、感謝する気持ちを一回も言ってないじゃん。でも心の中でいつでも、はい、あの感謝の気持ちを持ちながら、はい、あの日本で生活してるんで、はい、でよくちょっとふっと思った俺、まあ、こんな YouTuber とかやっててさ、はい、やっぱこの感謝の気持ちを世間にちょっと見せたいなと思います、はい、日本よ、いつも圧倒的シェイシェイです。日本大好き。大丈夫、とんでもないコビの売り方しますけど、だってあの別にこれを出したからって別にポイント増えませんからね。え、嘘さん。どんなサービスやねん、動画出したらプラス再生数 50% はもらえるんじゃないの。じゃあ100ポイントですこの動画の再生数。ちなみに中国にはあるんですかこういう。いや俺が、はい、生活してきてさ、あのないんですよ。あ、ないんだ。でもマイナンバーカードみたいなやつあるんですけど、うんうん、身分証カードね、はい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 、それはねすごいのは、あのマイナンバーカードマジックちょっとチップ入れてて、うん、で多分ね本当身分証明だけしか使わないんだよ。で俺はいつもそのカード使って、うん、あの中国のネットカフェで、はいはいはい、あのゲームやってたね、うんうんうん、そうそう。で、あの時未成年な子もいるんだよな。あ、未成年な子の時は使えないんだ。使えないと思うでしょ、ネットカフェ。はい、で、なんとね、あの俺ちゃんあのネットカフェ の、はい、あのオーナーさんと仲いいから、はい、ガキがあの5、6人ぐらいちょっとあの群れてきてるんですよ、はいはい、ちょっとみたいな感じでちょっとあの遊びたいですけど、はい、お前らちょっと静かにして、2階の端っこで、で、あの机の下にこの量の身分カードが、はい、そう何人か分かんないんだけどこの量、あ、お前はこの人ね、ピッて、あ、お前2階の、あ、お前この人ね、ピッて2階の人、やばっ偽造や、
いやでも多分あの実際の身分証だから。あ、だからそれをそう、それをビッてガキに渡して、で2階の端っこで一番ちょっとあの警察来ても、はい、あんま行かないところに、はい、ガキたちにあの、はい、誘導したっていう。それを売った人がいるってことですね。売ったと、あー、うちの地元言いそうだな、己の身分カードそれまんま使えるからね。いやだからもう最終手段ですよ、人間の己の身分パスポートを売るとかもう最終手段ですよ人間の。いやパスポート売れるの、パスだからその偽造用とかで。ちょっとあのパスポート、俺のパスポート欲しいと。いやダメですよ、即刻で、あのもう帰国どころじゃないです。いやでも身分なくなったら俺中国帰れないし、はい、日本でずっと隠れば、はい、だから日本隠れられると思いますか、日本でこんな変なやつ。いや田舎に行っても、あんたどっから来たのですぐ中国人でバレます。いやいやいや、あの記憶喪失した日本人で。いやなおさらなおさら連れてかれるわ。まあとりあえずちょっとあのこの後、まあ昨日の夜さ、あの銀行口座ちょっとあの、はい、システムがさずっとエラーしてるから、はい、この後でまた7500ポイントもらって、はい、2万ポイント集めて、はい、ちょっと楽しく、はい、ちょっと高級なクラブホ行こうかなって思います。今経済は回してます。そう、あのやっぱ恩返ししなきゃいけないですから、はい、まあそうですね、今日はサラ、はい、今日はサラですか。サラ、あ、ホテル代が浮いたと。浮いた。おお、いや毎回ちょっとね、毎回というかケチるんだから俺は家で呼ぶとか、一番地域、一番安い時間帯で、はい、そう2時間だけ、3時間は1000円プラスだから2時間だけ。今回はちょっとどうしようかな、オールしようかな、マジで。まあそんぐらいはいけるポイントですからね。ちなみに風俗でペイペイで支払える。わかんないです、知りません。錦糸町ペイペイ、錦糸町ペイペイじゃ何も出てこねえ。50分、8000円。いや、いいんですよ、その金額に。いや、俺会員だから8000円なんだ。一般料金だと9000円です。支払い方法教えてください。各種クレジットカードがご利用いただけます。はい、プラス現金、それ以外ないです。はい、だねー。まあ、ホテル代でもいいか、ちょっとね、ジョーはね、ほんとホテルの環境によってサービスが変わるから、はい、あ、そうなんですか。そう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 、マジでこれは一回聞かれたんだよな。で、あの時俺は使ったのは120分、2900円と。安いよね。安い、安いよね。昼間知らんけど、そのこと言われた瞬間、あ、なるほどな、この子ちょっと高級なホテルちょっと求めてんのかって。なるほど。そうそうそう、なので、今回の動画は、はい、ジョーを呼ぶ時は必ず高級なホテルで。おお、よろしくお願いします、はい、じゃあそこだけもうポイントのことはいいです。そこだけ覚えて書いてください。あ、そう、今日ポイント、日本を感謝するじゃ、はい、最後も圧倒的シェイシェイ終わって、はい、はい、はい、日本様、はい、これからもちょっと圧倒的よろしくお願いします。はい、今ずっと上にこの後風俗で使いましたって出てます。いやいや、使えない。